9人がこれから赤番のホームストレッチ。さあ上昇を見せました9番の山崎テールを関東ラインです。5番の泉めがけてまずは抑えて先行体制を取りました。関東ラインを追っては2番の川上陽一、南関東の3者です。5番の泉文と北の3者は一旦車を引く構え、7番手となりました。さあバックストレッチで発進したのは2番の川上陽一、南関東の3人、鐘が鳴って残りが1周半、綺麗に3者ができっています。4番手の位置になった関東の3者、9番の山崎輝夫です。そして依然7番手、ここでホームからの巻き返しはなるか、5番の泉文と北の3者続いています。縦1列で残り1周を切りました。風を切る2番の川上陽一、やや後続を離していく。後ろ7番立川和成は2番手の位置、8番の村本慎吾、この後方からバック3コーナー手前まくっていく5番の泉文と後ろ2人は続けるかどうか。さあ中段もつれ合っているが、まだまだ2番川上陽一が先頭。この番手は7番立川和成が抜けてくる。大外1番佐藤雅彦、あるいは3番篠崎隆、7番立川ゴールイン。